101 FM is here today! Yay! FM 沖縄をお聞きの皆さん、おはようございます。時刻は7時36分を回っています。宜野湾市喜生名宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 沖縄のスタジオから金曜日担当、あずあずの代打の FM 沖縄ゆきがお送りします。さて、今日はですね、私はなんだかいい夢を見まして、まあ、具体的にはあんまり言えないんですけど、ちょっとうっとり気味、ね、あ、目覚めでございます。皆さんはいかがな感じでお目覚めになっておられますでしょうか。さっきそれなのに FM 宜野湾のね、トイレに行こうと思ってドアを開けましたら、トカゲがピャって出てきて、キャーって言ってしまったんですけど、これでちょっと目覚めましたけどね。まあ、少し発声練習がそれでできたかなと、そんな雪がお届けしてまいります。お盆も終わりましてね、帰省されましたかね、実家の方に帰られた方が多いですかね。ちょっと私は帰らなかったんですけどね。どんな感じだったでしょうかね、久しぶりにね。今日はそれもありますけれども、テーマ設けております。居心地のいい場所、あなたにとって居心地のいい場所ってどこですかというテーマでメッセージお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。数字の797@fmginowan.com です。どしどしお待ちしております。この番組、ラジオとそれ以外にネットでもユーストリーム、ツイキャスで映像、音声も配信しております。FM ぎのわんのホームページから見ることができます。よかったらそちらも覗いてみてください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。今ツイキャス、始めてるんですけども、見れてますかね。ちょっとね、音声とかチェックしながら始めておりますので、何かおかしければぜひ指摘してください。さて、さあ、それでも今日は始めていきましょう。あとですね、サイマル放送もやっております。スマホの場合は、アプリ FM テイというアプリで聞いてください。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、音楽もぜひ聴きたいという方は完全全部同時同じの放送をお送りしておりますので、こちらでお楽しみください。はい、それではツイキャスやメッセージメールでぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。では今日もあとですね、リクエストもお待ちしております。お気軽にお送りください。それでは1曲目、今日のオープニングナンバー、星野源でくだらないの中に。
ごめんなさい、おはようございます今聞こえてますかね。ございます。皆さん朝からありがとうございます。Weather report, traffic light。時刻は7時43分を回っています。79.7MHz FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からです。今日8月19日の本島中南部はお天気晴れ。東の風のち北東の風晴れ。ところにより夜の初め頃まで雷でしょう。波は1メートルのち 1.5 メートルの予想です。今日の雨の降る確率は午前午後ともに 20% の予想です。夜は 10% の予想です。今日の日中の最高気温は那覇で33度になるでしょう。沖縄本島地方では今日夜の初め頃まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。また明日にかけて満潮の時間帯を中心に潮位が高くなるため、海岸付近の低い土地では浸水や冠水にも注意が必要です。沖縄地方は高気圧に覆われて晴れています。にわか雨のところも一部あるでしょう。今日も高温が予想されるため熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど十分な対策をとってください。以上、お天気情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道です。現在渋滞している箇所は那覇インターチェンジ付近のみです。那覇インターチェンジ付近渋滞しています。その他はスムーズに流れています。続いて一般道をお伝えします。宜野湾市大蛇名から国道58号線大蛇名から牧港向き渋滞しています。次にライカムから漬け欄交差点向き渋滞しています。その他の渋滞箇所は見られません。今日も一日安全運転でお過ごしください。 FM ギノワンから見えるお天気ですが、今日もいい天気ですね。スタジオから海が見えるんですが、今日は水平線がちょっと曇って見えないですね。もやーっとしております。いろんな表情がありますね。で、手前の木や芝生はくっきりと太陽が当たって緑が輝いております。はい、それから国道、伊佐から普天間宮向き、普天間宮から伊佐向き両方向スムーズに流れているのが見えます。交通量もいつも通りですかね。はい、今日はね、もう日常モードになってますかね。どの地域もね。はい。まあ、休み明けの方もいらっしゃるかもしれないのでね、ぼんやりしないで気をつけて運転してください。以上、お天気道路交通情報でした。モーニングエイト、おはようございます。今日はメールのテーマ、あなたの居心地のいい場所、ぜひ教えてくださいです。
どっかありますかね。細かいところ言ってもらってもいいですし、ざっくり家とかそんなんでもいいですよ。ぜひ送ってください。メールアドレス797@fmginawan.com です。さてツイキャスありがとうございます。アッキーさんおはよう。おはよう。いっぱい音符のマークルンルンですね。ありがとうございます。エコザイルさんおはよう。おはよう。タロスケさんのほん、ゆきちゃんおはよう。眠い。タロスケさん朝の番組珍しいんじゃないですか。なんか夜型なイメージですけどね、やっぱり眠いんだね。ありがとうございます。熊本バッテン龍神正也さんおはようございます。木山商店の空と天ぷらと海の匂いをリクエストお願いします。こんな曲あるんですね。後でおかけします。ありがとうございます。野の中の銀の蛍さんおはよう。ゆきさんおはよう。リクエスト朝倉恵里さんのあの場所からよろしく。ちょっとこれはライブラリーになかったので、また別の曲よかったらリクエストしてください。ありがとう。ケンシロウ松島育造さん、リクさんおはよう。今日は夏っぽい雰囲気ですね。ありがとうございます。スタジオの音が聞こえない。はい、今は大丈夫ですよね。ありがとうございます。そっか、夏っぽい服装のことかな。夏、沖縄夏長いんでね、夏服が増えますよね。冬はほとんどなんかめちゃくちゃ寒いってことがないので、まあ私からしたらですけど。まあやっぱり夏服が増えていきます。でもかさばらないからね、いい感じですよね。はい、夏服大好きなんですよ。はい、嬉しいです。アッキーさん、では仕事を行ってきます。またね。あ、わかりました。お仕事前に挨拶ありがとう。今日も一日仕事頑張ってくださいね。ありがとう。それでは、一曲お届けしましょう。では、木山商店、空と天ぷらと海の匂い。
田市村栄交付金を要請。伊調4連覇女子初、東坂都庄も金、レスリング。熊本バッテン龍神雅也さんのリクエストで金山商店空と天ぷらと海の匂いをお届けしました。この後はニュースです。柏原芳恵だったらあったんですけど。この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面からです。伊調4連覇女子初、吉田川井銀以上。リオデジャネイロ五輪17日、レスリング女子は58キロ級の伊調が2004年アテネ大会から4大会連続の金メダルに輝きました。女子個人種目の4連覇は全競技を通じて史上初。48キロ級の東坂と69キロ級の土性も初出場で頂点に立ちました。決勝ではいずれも試合終了間際に逆転勝ちを飾り、女子初日の 3階級で金メダルを独占しました。続いて琉球新報総合面からです。東村高江交付金を要請。着陸隊建設めぐり自民県議団に文書。東村の伊州村長は17日、米軍北部訓練場の新たなヘリコプター着陸隊ヘリパッドの運用で地元が受けている騒音被害への補償として高江区への交付金制度の創設を自民党県議団に文書で要請しました。飛行ルートの変更や早朝・夜間の飛行中止なども求めました。村がヘリパッド建設に伴い交付金を求めるのは初めてです。県議団は村の要請を受け、週明けにも東京を訪れ、自民党本部と政府にも交付金制度創設を要請します。続いて、
琉球新報社会面よりお伝えします。上大蛇名で 90.5デシベル、16日普天間旧盆もヘリ訓練。宜野湾市上大蛇名公民館で16日午後3時35分米軍機による最大騒音 90.5 デシベルが測定されました。米海兵隊は12日旧盆期間の15から17日は飛行と武器訓練を制限すると発表し、県民に寄り添う姿勢を示す一方、文書の中で16日は限られた日中の飛行を行うとしていました。16日は米軍普天間飛行場で垂直離着陸輸送機 MV-22 オスプレイなどの米軍機の離着陸が確認されました。事前に米軍が訓練制限を発表するのは異例です。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。時刻は8時を回っています。モーニングエイトお送りしております。それではここでみんなで元気にチュラガンジュ体操をやってみましょう。拍手2回、左に1周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。繰り返します。ちょっと待ってのポーズ。でもちょっと待って、メタボリック、体をひねります。リズムを取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、繰り返します。膝タッチ4回、歩いていくのは難儀だから、マイカー使って行きましょう。ちょっと待ってのポーズ。体をひねります。リズムを取ります。右から万歳、右から下ろして横を押します。左手から万歳、左から下ろして横を押します。膝肩バツ、足踏み、ストレッチ、猫こぎ、モーニングエイトお送りしております。
宜野湾市喜生宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオから金曜日担当田辺由紀がお送りしております。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマはあなたの居心地のいい場所です。メールアドレスは797@fmginowan.com、 数字の797@fmginowan.com です。ぜひ送ってください。また FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもよかったらお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。この後モーニング8お天気道路交通情報、そして今日はゲストが来てますよ。それからその後はまたメッセージの紹介、そして突撃朝ごはん、そして最後はドコッパチドコモショップのコーナーがあります。どうぞ最後までお楽しみください。それではツイキャスの方にたくさんリクエストが来てますので、どれかおかけしたいと思います。ありがとうございます。さっきのね、木山商店の曲も素敵でしたね。知らない曲だったんですけど、ありがとうございました。それではケンシロウさんのリクエスト曲ちょっと探します。はい、じゃあケンシロウさんのリクエストで井上陽水少年時代。あ、でかい、ちっちゃい、別に聞かなくてもどっちでもいい、聞く大きさどうかな、でかい、うるさい、小さい、ちょうどいい、ちょうどいい、Weather report.
時刻は8時7分を回っています。 79.7 メガヘルツ FM ギノワンよりお天気道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気です。今日19日は晴れ、東の風のち北東の風晴れ、ところにより夜の初め頃まで雷になるでしょう。波は1メートルのち 1.5 メートルでしょう。今日の雨の降る確率は午前午後ともに 20%、 夕方から夜にかけては 10% の予想です。日中の最高気温は33度になるでしょう。沖縄本島地方では今日夜の初め頃まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。また明日20日にかけて満潮の時間帯を中心に潮位が高くなるため、海岸付近の低い土地では浸水や冠水にも注意が必要です。沖縄地方は高気圧に覆われて晴れています。にわか雨のところもあるでしょう。今日も高温が予想されるため熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け、水分をこまめに補給するなど十分な対策をとってください。以上、お天気情報でした。続いて道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄自動車道、現在那覇インターチェンジ付近渋滞しています。その他はスムーズに流れています。続いて一般道をお伝えします。現在宜野湾は渋滞している箇所は見られません。国道58号線牧港とぐすくまの間、両方向で渋滞しています。今日も一日安全運転でお過ごしください。以上、お天気道路交通情報をお伝えしました。モーニングエイトをお送りしております。それではここで今日は可愛いゲストさんが来てるんで紹介しましょうね。いいですか？準備はいいですか？マイク近づいて喋ってくださいね。はい、今日はアラグスク児童センターでもうすぐお化け屋敷が開催されるのですが、それを実行している制作している子どもたちに来ていただきました。じゃあマイクに向かって自己紹介お願いします。私はアラグスク児童センターのお化け屋敷実行員の下地吉野です。はい、下地吉野ちゃんですね。何年生ですか？4年生です。はい、よろしくお願いします。はい、そして、はい言えるかな？うん、はい、いいよ、今いいよ。私はアラグスク児童センターのお化け屋敷の実行員をしている田辺すぐりです。はい、すぐりちゃんは何年生ですか？3年生です。はい、じゃあ3年生と4年生のね、女の子2人に来てもらいました。よろしくね。今日はマイク4つ1を用意してたんだけどね、あとは寝坊ですかねはい、マイペースでいいですね。じゃあちょっと最初に質問しようかな。夏休みは毎日何してますか？うん、夏休みはアラグスク児童センターでお化け屋敷を作っています、うん、わあ、毎日やってるんですか？うんうんって、はい、声で喋ってよ。はいはい、毎日作ってるんだ、すごいね。お化け屋敷をね、手作りするってすごいですよね。あと、そしたらまずこの FM ギノワンのスタジオに入ってなんか感想聞きたいな。どう思いましたか？
綺麗で眺めも良かったので、うん、いいなと思いました。ねえ、眺めいいよね。はい、あのちょうど1年前にね、アラグスク児童センターは普天間第二小学校のすぐ近くにあるんですけど、こちらのね、あの学童の皆さんが社会見学で歩いてかな、あのまだね、あのオープンしてなかったんですけど、 FM ギノワンが開局する前のスタジオをね、見学に しに来てくれたよね。そこからこんなに出来上がってますよ。またね、皆さんも、聞いてる皆さんも遊びに来てくださいね。はい、そしたらあとは何聞いてもいいかな。好きな食べ物何ですか？好きな食べ物はマンゴーです。あー、美味しいよね。はい。はい、あとは夏休みで楽しかったこととか、これから楽しみにしてることありますか？どっちでもいいよ。アラグスク児童センターでお化け屋敷をやって、うんうん、来館者を驚かせることが楽しみです。あ、そっか、もうじゃあ夢中になってるんだね。じゃあもう今日はそのお知らせに来てくれてるから、じゃあちょっと詳しいこと聞いてみましょうかね。お願いします。日にちは8月23日火曜日、24日水曜日の午前10時から12時。はい、最終受付時間午後11時30分、午後14時から17時、最終受付時間午後4時30分、24日も同じです。同じ時間です。はい、じゃあもう来週ですね。はい。はい、もうすぐですね。最終受付時間は30分前となります。時間を確認して来館するようお願いします。保育所や学童などの団体で来る方は事前に電話での予約をお願いします。よろしくお願いします。午前の部10時から12時のは一般来館の方も案内していますが、団体利用で予約した方を優先し案内します。ご了承ください。うん、午後12時から2時まではお化け屋敷の報酬修繕を行いますので、児童センターの中に入ることはできません、うん、幼稚園以下は保護者同伴での来館となります。2日間お化け屋敷のみとなりますので、児童センターで遊ぶことはできません。お化け屋敷をお楽しみください。あ、じゃあこの遊ぶスペースがないぐらい広いということですかね。はい、そう、うん、すごいね。結構規模が大きいんですね。はい。お、すごい。はい、他にありますか？どんな内容ですかね？内容？ストーリーを説明します、ね。うん、なんか、あとは。ストーリーを説明します。はい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 。はい、お願いします。あなたは呪いのお宝の噂を知っていますか？その呪いのお宝は持って帰ると呪われて死んでしまうという噂です。昔その噂を信じない5人の子供たちは呪いのお宝が眠っているという暗い洞窟に入っていきました。すると洞窟の奥で宝箱を見つけ、呪いを信じずに中のお宝を持ち帰ってしまいました。その呪いは本当で、5人の子供たちは次々に亡くなりました。呪いのお宝を宝箱に返さないと、きっとあなたも呪われてしまいますよ。っていうお話？はい。怖いね。怖い。誰が作ったの？なんかそういうお話があったの？あ、いいえ、作り話です。作ったんだ。みんなでお話、ストーリーから作ったんだ。すごいね。はい。じゃあみんなお話作るとこからやって、で、この中の部屋も作るんだよね。作ったんだよね。はい、すごいね。でから、こうやってね、宣伝に回ったりとか、あとは自分で役割もあるよね。その当日のお化け役の人とか。はい。いるんだよね。すごい。本当に子供たちだけで作ったんですよね、じゃあ。すごい。うんうんって声出して。はい。はい。じゃあ子供たちが頑張ってね、作っているアラグスク児童センターのお化け屋敷が来週の何日でした？
23日と24日火曜日と水曜日、来週の火水に2日間だけ、はい、はいはい、ありますので、ぜひ皆さん来てください。もう予約入ってるんですか？はい。おお、すごいね。団体？団体予約が4つくらい。おお、へえ、じゃあもういっぱい来そうですね。はい。へえ、楽しみだね。はい。じゃあ当日も頑張ってくださいね。はい。はい、あと最後なんか一言ありますか？あ、皆さんも怖がらせるので是非来てください。はい、吉野ちゃんありがとう。はい、一言ある？ないです。ないです。はい、じゃあすぐりちゃんもありがとう。はい、ではアラグスク児童センターお化け屋敷実行委員の2人に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、可愛かったですね。ではここでメッセージコーナーに行きます。見学しとく？いててもいいけどでもね、あの、なんか用事があったらもう出てもいいですよ。あ、ない、大丈夫ね、これも社会見学ですからね、夏休みにしかできないですよね。見てていいですよ。はい、それではメッセージメール紹介しましょうね。いみちゃおじさんさんからです。皆さんおはようございます。いみちゃおじさんです。今日のテーマ、居心地のいい場所。私を知っているリスナーさんならすぐにツッコミ入れそうですが、はい、皆さんの予想通りトイレの個室でしょうかうちの会社はやたら人が多いし、めちゃめちゃ広いので、どこに行っても人がうじゃうじゃといます。唯一一人になれるのがトイレの個室でしょうか。まあほっと一息つける場所かもね。そうか、そんなに人が多いんですね。空港でしたかね。確かに人多いですよね。まあ一人になれるのでね、すごい。でも、そうかそうか、一人になれるから個室なんですね。うん、自由ですからね、個室の中ではね、何やってもね、誰も見てないからはい、ありがとうございます。同感っていう人多いかもしれないですね。次、ユッキーおはよう、部中エコザイル出すよ。おはようございます。自分の居心地のいい場所は当然家もだけど、 FM ギノワも居心地いいよね。わー、ありがとうございます。ユッキーたちスタッフのフレンドリーな対応がそうさせてるんだはず。さて、今日もユッキーの声聞きながら仕事頑張ってこようかね。じゃあ後からや。はい、ありがとうございます。そう言われると嬉しいですね。FM ギノワもスタジオとその事務所とそれだけじゃなくて、間に結構広いロビーがありますので、眺めもねすごくいいので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。居心地いいと思いますよ。はい、ありがとうございます。それではそれではこの辺で1曲お届けしましょうかね。今日はテーマ、居心地のいい場所はどこですかで募集しております。ぜひ皆さんも送ってくださいね。子供が聞いてるかもしれないからね。お子さんも送れるようだったら、お母さんお父さんにメールしてって言って送ってくれたら嬉しいな。ね、居心地いい場所教えてね。それでは一曲お届けしましょう。では、イズラエルカマカ、あ、読めない。イズの、略してイズのオーバーザレインボーをお聞きください。
伊豆でオーバーザレインボーを聞いていただきました。ハワイのね、国民的アーティストでしたよね。さて、それではモーニング8お送りしております。ここで今日は何の日のコーナーです。今日8月19日です。今日は旧暦の沖縄手帳を見ましょうね。旧暦の7月17日です。今日は大潮、潮回りは大潮です。満潮干潮時刻は満潮午前7時21分と午後8時14分、干潮は午前1時27分と午後1時52分です。今日はね、先ほど天気予報にもありましたけれども、満潮時刻注意してくださいということでした。7時21分は終わってるので、午後8時14分あたりかなり潮位が高くなるようなので注意してください。今日は最後の琉球王正体が没、1901年、そして定時制高甲子園で那覇商業高校が優勝したのが1995年の今日、あとは佐藤首相来沖、沖縄の祖国復帰が実現しない限り戦後は終わらないと声明、こちら1965年の今日です。はい、その他は今日はバイクの日、俳句の日、819なんでね。それから今日の誕生花は、誕生花、すいませんね、今日の誕生花出てこない。今日の誕生花、水仙の鮮やかな色の花ですよね。花言葉、誠実。あとですね、他にも誕生花、カンナ、真っ赤な花ですよね。こちら花言葉、妄想。確かにちょっと夢見てるみたいな真っ赤な花ですよね。はい、以上、今日は何の日のコーナーでした。この後は突撃、あなたの朝ごはんを教えて。今日も電話かかりますでしょうか。いいよチーンってやって。あと40秒以内にね。何が？時間が命だからね。あ、カンナ黄色もあるんだ、へえ。あ、エルタさん、エルタさん、はじめまして。ブロックしないで、違う、考えすぎじゃないですか。コスプレ、あ、ちょっと意味わかんない。たまちゃんの時見てくれたんですね。ありがとうございます。
モーニングエイトをお送りしております。突撃あなたの朝ごはん教えてコーナーです。このコーナーは FM ギノワンのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ、今日の朝ごはんを教えてもらおうというちょっと迷惑な企画です。さて今日はかかりますでしょうか。本当に朝早いんでね、皆さん忙しい時間なんですけれども、あえてそんな時間にかけてしまいます。通ってくれるかな。出ないですね。出ないですね。あらどうしましょう。皆さんこの時間は出勤してる途中とか、あるいは仕事が始まって朝礼の真っ最中だとか。はい、もしもし、ハッピーマイチバです。あ、もしもし、おはようございます。 FM ギノワンのモーニングエイトのスタジオからかけてます、田辺です。あ、はい、おはようございます。おはようございます。今日も朝ごはん教えてもらおうと思ってかけました。あ、そうなんですね。驚かしてしまいましたね。すみません、はい、いえいえいえ、はい、今日は誰が出ていただいてるんですか。あ、はい、久貝と申します。久貝さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、今日は何食べましたか。え、今日は普通に菓子パン食べてきました。はいはい、菓子パンと何か飲みました。え、牛乳飲んできました。はい、わかりました。はい、すいません。すいません。いえいえ、もうね、忙しかったらね。はい、そうですね、食べね、なりますよね。菓子パン、はい、ちなみに何味とか。あ、中にチョコレートが入ってるので。あー、美味しそう。目が覚めそうですね。そうですね、はいはい、甘いから、はい、うん、はい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。じゃあ、今って野菜やフルーツはどんな感じですか。野菜は、モロヘイヤ、はい、っていうお野菜が結構入ってますね。はい。ああ、へえ、これは夏野菜なんですか。そうですね、今の時期多いので。うーん、で、あと、結構、栄養も高いので。はいはい、なんか体にいい。ぜひ食べてほしいです。うんうん。モロヘイヤってどんなして料理したらいいですかね。普通に葉野菜として使っていただいたり、あ、こちらではスムージーに使ってますね。わあ、なんか粘りが出そうですね。うん、そうですね。だからちょっと癖があるので。でもネバネバしたやつって大体体にいいですよね。はい、そうですね。オクラとかも今結構入ってるので、ネバネバしたやつ。はいはいはい、こちらも一緒に買っていただければ。わかりました、はい。なんか果物はどうですか？果物は、ドラゴンフルーツがちょくちょく入ってきてるので。へー。1個いくらぐらいですか？うんうん、1個大きめだと250円ぐらいですね。うん。赤いやつと白いやつがありますよね。そうですね、赤と白があります。うんうん、それってなんか味違うんですか。どんなかな、あんま甘くはないんですけど、はい、白の方はサラダとして使っていただいたり、で、赤はまだ甘みがあるので、あ、フルーツとしてそのまま、はいはい、抜いて食べていただけますね。すごい。じゃあね、皆さんぜひハッピーモア市場にいっぱいあるそうなので。わ、ね、はい、かりました。じゃあいろいろなんか食べ方とかも教えていただいてありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます、はいはい、突然すいません。はい、はい、いえ、はい、ありがとうございました。はい、失礼します。今日はハッピーモア市場の久貝さんにお電話しました。久貝さんの朝ごはんはチョコレートの入った菓子パンと牛乳ということでした。いやー、フルーツなんかいろいろ珍しいね。モロヘイヤも、モロヘイヤはだから料理に使えますよね。ちょっと今ツイキャス更新で、
ね、ドラゴンフルーツとかサラダにできるって私知らなかったです。いいですね、白い方サラダに入れたら美味しそうですね。はい、もうハピモア市場行ったらね、本当にいろんなものがあって、どんな食べ方したらいいんですかとか聞いても教えてくれるので、ぜひ行ってみてください。あの長田の330から長田の交差点から、こっちから行くと、那覇向けに行くと左に曲がって、あのキャッスルのところをまた右に曲がってすぐを左に曲がったあたりにあります。わかるかな、だいたいあの辺かなって。わかるかな、わからなかったらまあ聞いてください、FM ギノワにね。はい、以上あなたの朝ごはん教えてのコーナーでした。こっちサビタン、では1曲お届けします。アトリエボッサコンシャスで素顔のままで。ツイキャスありがとうございます。エルタさんはじめまして。居心地のいい場所、夏休みに悪いことして呼び出された校長室あ、居心地いいんだ逆に何をやらかしたんですかね。エルタさん、校長室呼び出されるって結構ですよ、結構なんか相当なことですよあ、うん、小学校の時に初めて座ったあのソファーが気持ちよかった。はあ、立派なソファーが確かにね、校長室ってあるイメージですよね。ふかーみたいなはいはい、子供電話相談室です。あ、なんかそれもいいですねちゃんとお米食べないとダメでしょめって。いやまあね、そう、多分そう、普段は食べてらっしゃると思うんですけど、忙しかったらね、もう本当に食べれるだけマシみたいなね、食べないよりはね、なんか食べた方がいいですからね、そんな時もありますからね。これ本当突然だったんでねこれ電話かかってくるって分かってたらちゃんと食べたのにみたいなね、皆さんおっしゃいますけどねはい、すいません。それでは次のコーナーに行きます。ドコモショップギノワンルート58号店のドコッパチ。ドコッパチ。はい、ドコッパチコーナーです。よろしくお願いします。今日は、はい、誰が来てくださってますか。国吉と申します。はい、国吉さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、2回目ですかね。そうです。はい、よろしくお願いします。はい、今日もとっても可愛いので、早速ツイキャスに、
来てますよ、国吉さんって。あ、どうも、おはようございます。はい、よろしくお願いします。国吉さんは何の担当でしたかね。私は、当店の会員様向けにメールを送ってるんですよ、はい、月に 1,2 回ぐらい、はい、そのメール担当とかホームページとかの担当をしてます。へー、はい、すごい。ホームページ、ドコモショップのホームページっていうよりは基本メールがメインなんですけど、なんでそのお店の、キャンペーンの内容とか、はい、あとはドコモのちょっとお得情報とかっていうのを、はい、なかなかご来店できない方向けに、うん、メールでちょっと配信させていただいてるんで、はいはい、それを主に作ってる感じですね。なるほど。じゃあ店に行ったら受付とかにはいないんですか。あ、受付もいます。もう全然、はい、もうご案内はしてます。はい、はい、とっても可愛いのでね、受付にもいらっしゃるということなので、はい、はい、国吉さんの笑顔があればもうお店は満員って来てます。だったらいいんですけどね。すごい。お店の場所は、はい、国道58号の、はい、宜野湾警察のすぐ近くですよね。そうなんです、はい、もう隣の眠りの駅なくなっちゃったので。そうなんですか。そうなんです、なくなったので。あ、最近までありましたよね。ありました。なので、はいはいはい、もう今ないんですけど、はいはい、ユニフォームの東映さん、はいはいはい、大きい字でね、もう東映さんの隣みたいな、はいはい、向かいっていうんですかね。もう宜野湾の人なら分かりますね、はい、分かると思います。はい、こちらにいらっしゃいます。じゃ、今日はね、はい、朝から来ていただきました。はい、はい、今日は紹介していただくのは何でしょうか。そうですね、一つ目がですね、はい、もうガラケーご利用されてる向けのちょっとキャンペーンなんですけれども、はい、例えばもうこの10月31日までにもう初めてスマートフォンにされたいっていう方、はい、ガラケーからスマートフォンに機種変更すると最大2年間基本料金が1520円割引になるんですね。なのでご家族にスマートフォンご利用されている方がいらっしゃって、でそれでインターネット使い放題のプラン、分け合えるプラン、シェアパックっていうのがあるんですけど、それに今回初めてスマートフォンされる方が一緒に分け合うっていうプランにすると、この割引もされると、もう毎月1980円。分け合うってどういうことですか。インターネットのデータ量っていうのが決まってるんですね、はいはい、で大体1人当たり5ギガっていうデータ量が平均なんですけど、はい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 、もうこれを、まあ、皆さんで分け合う、1つの定額の料金を1人ずつ契約するんじゃなくて、はい、1つの定額のプランをみんなで分け合うっていう。じゃあみんなで5ギガってことですか。みんなで5ギガもできますし、10ギガとか、はいはいはい、足りなければどんどんデータ量は増やすことはできるので、はいはいはい、そうするともうご家族の何ですかね、1人当たりの単価もかなりお安くなるので。あ、そっか、うん、家族のね、誰かは使うけど誰かはそんなでもないみたいなだったらいいですよね。そうですね、自分使わないから全然使っていいよっていう分け合えるプランがあるので、それにすると初めてスマートフォンされる方でも、もう通常1人だと8000円ぐらいかかるものが、この初めてスマホ割というキャンペーンがあることで2年間も1980円でスマートフォン持てるので、かなり安く。あ、割引かれるのが1980円じゃなくて、1980円になる。そうなんです。なのでかなりお安く、ガラケーの方はスマートフォンに思い切ってデビューすることができるので、この時期とってもお安く購入できる感じです。あ、いつまででしたっけ。これ10月末までなんですよ。じゃあそこまでにぜひ考えて、はい、基本料金もお安くなって、でスマートフォンの本体自体も今その初めてスマートフォンにされる方向けにかなりお安くはなってはいるので、かなりお得、うん、なのでもうこれは絶対言わなきゃと思ってきました。お店の人がかなりお得っていうんだったら、そうですね、いいですよね、本当に。私も
本当は1人8000円ぐらいのものがこんな価格でもらえる、はい、あ持てるんだったらちょっと思い切ってやってみようかなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、一応あのご家族にスマートフォンがいらっしゃるとかあのそういうのはいろいろお話しさせていただいてお見積もり出してそれから決めていただくっていうこともできるのでお気軽に来ていただければ、うんうんうん、出しますガラケーの人ってね何年ぐらい持ってるこのなんか何年ぐらいで壊れるっていう か, なんか平均そうですね一応保証この本体自体の保証は一応3年って決まってはいるんですけどやっぱりガラケーご利用されてる方って結構長いので、はいうん、電池交換したりとか、はい、その間にガラケーへの機種変更を重ねてる方もいらっしゃるので、はい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 でスマートフォンにはなかなか手出しづらいっていう方もやっぱりいらっしゃると思うんですね、はいはい、難しいっていう、うんうん、いう操作の不安があると思うの で,、はい、で基本料金も高くなるかなっていうやっぱり大体この2点があると思うの で,、はいはいはい、で今だったら基本料金安く売ってる、なるほどで今スマートフォンでも簡単に操作できるものももちろん揃えてはいるので、はいはいうん、まずはもう来ていただいて、うん、見て触って、うん、で考えていただくのもありかなと、はいはいはい、お盆も終わったんで、うんね、ちょっと落ち着いたんでねそうです、うん、じゃあねお気軽にお店の方に行って説明聞いてみたらいいんじゃないですかね、はいはい、もうぜひお願いします、はい、他はありますかそうですねこれも今月ちょっと台数決まってるんですけれども画面の大きいやっぱりタブレットですね、はい、もう私たちスタッフも一押しなんですけれども、はい、スマートフォンご利用されている方もガラケーご利用されている方もやっぱりあのネットや動画は画面大きい方が見やすいですし、そうですよね、でやっぱり今何ですかポケモン GO とか流行ってるじゃないですか、うんうんはい逆にタブレットでポケモン GO やって、はい、お子さんと一緒に画面大きく見ながらお散歩したりとか、はいはい、あ確かにちっちゃいと一人だけど大きいとね、うん、2人でも見れますよね、うんうんうん、で結構私も一回ちょっとやったんですけど、はい、結構電池減り早いんですよスマートフォンでやると、はい、で結構インターネットも使うので、はい、でスマートフォンでやるとやっぱり観光地とか行ったりしてると電池減り早くなっちゃったらちょっと大変だと思うので、うんはいはい、だったらもうタブレットで使い分けるっていう方法もいいかなと思ったのでなるほど、うん、結構そういうことは多いんですかねあ結構もうスマートフォンにポケモン GO 入ってる方は多いので、うんうん、それでちょっとお話しさせていただくと、うんうん、タブレットっていう方もやっぱりそれで良くなったよっていう方もいらっしゃるので、まあ、快適かもしれないですねそうですね、うんうん、でポケモン GO だけじゃなくてもうご家族用としても使いはするので、うんうん、もう本当にもう私も使ってるんでおすすめではありますそれがそのタブレットが、今一括0円でご用意できるものもありますので機種代金もお安くして、うん、でさっきのご家族で分け合えるプランに一緒にタブレットも入ると、うん、かなりまたタブレットもお安く持てますのであじゃあ一人で使い分けててもその分け合えるやつに入れるんですか一人でやってても全然分け合いますタブレットは、はい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 、タブレットだけはスマートフォン持ってる方もガラケー持ってる方も全然分け合えるのであいいですねじゃあね、はい、なのでこれはもうこれただ台数限定で、うん、本当にもう残り何台かな 1,2 台ぐらいなんですけどおそうなんですか一応でもその一括ゼロ円はその台数限定ではあるんですが、はい、その他にも、まあ、実質2年間実質機種代金かからないタブレットもご用意はしてますし、うん、iPhone 持ってる方だったら iPad 私も持ってるんですけど、うん、iPad っていう方法も全然ありですので、うん、もう全機種代金は実質0円になっている今がお安い時期ではあるのでもう本当に今月はチャンスかなと思いますありましたとりあえず8月中に行った方が良さそうですよエルタさんがはいはいはいスマートフォンにしたいですってあ本当ですかじゃあでも住んでる県が違うけどって沖縄じゃないですねそっかあでも近くのドコモショップだったら大丈夫だと思いますよあなるほどはいはいはい、じゃあ榊さんお得だねポインコも欲しいってあはい、うん、ぜひ後で言おうと思ってたんですけどあ、はい、あじゃあ今アンケート、はい当店に来ていただいて、はい、あの簡単なアンケートなんですよご家族でスマートフォン何人ご利用されてるの何人ですかとかご自宅のインターネット何人ですか、はいはい、そういう簡単なアンケート答えていただくだけで、うん、ポインコグッズ、うん、ストラップとか付箋だったりとか、はい、当店だけの、ま、
別のものもご用意はしてる、粗品ではあるんですけど、回答しに来る方もいらっしゃるので、はい、うん、ぜひお待ちしてます。いいですね。はい、付箋とか欲しい。はい、あとエルダさんが国吉さんの笑顔割りも作ってください。何ですか笑顔割り。笑顔割り。もう自分に還元できればいいんだ。そうですね、うんうん、考えときます。あ、ポケモン GO の画面でリアルなポケモンだなと思ったらスズメバチが映ってた。あ、なんか鳥とかスズメバチとか、スズメバチってめったにいないですけどね、鳥とかだったら結構なんかブーンみたいな、あ、なんだこれはってリアルだったありそうですね。はい、はい、ということでした、はい、じゃあ他なんか大丈夫ですか。はい、大丈夫です。 ありがとうございます。はい、それでは最後のコーナー、あ、最後のタイトルいきましょう。はい、ドコモショップ宜野湾ルート58号店ドコッパチ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日は国吉さんでした。ありがとうございました。はい、モーニングエイトをお送りしております。今日はゲストが多くて楽しいですね。今日はテーマはあなたの居心地のいいところどこですかでお待ちしております。メール紹介します。ラジオネーム、今日もおかしな過去笑い銀のトロンボンです。おはようございます。田辺由紀さん、今日のテーマ、居心地いい場所ですか？やっぱり車の中かな？というより、一人になれればいいが、いいです。なれればいいです。だいたい好きな音楽を聴きながら落ち着きます。ああ。そっか、車の中か。そうですね。車の中、確かにそうですね。もうやりたい放題してますよ、私も。寝袋も積み込んで、三振も積み込んで、もう一個の部屋として、何でもできるようにしてありますよ。なんかちょっとね、椅子も倒してテーブルになるようになってて、なんかご飯食べたりとか飲んだりとかもするし、で、あ、確かに。で、それを、その部屋をどこでもポンと持っていけるから、海が見えるところに止めたりとかね。ああ、いいですね。車、そうだそうだ。車居心地いいですね。はい。ありがとうございます。では、ツイキャス見てみましょうね。ですね。どっから、ちょっと、どこから、リスさん、いやがき五郎さん、いや、かっこいやがき五郎さん。何ですかね、ちょっと紹介しづらい感じですね。宜野湾ではいつもより小綺麗な服の田辺さんです。あ、何はあ、そうですか、いつも小綺麗じゃないですかね。なんか、いや、いろんな服着たい方なんでね、小綺麗なのも着るし、小汚いのも好きなんで、はい、許してください。あとは、あ、カンナは黄色もありますよ。野の中の銀のトロン、ホタルさんすいません。カンナは黄色もある。さっき真っ赤って言ったけど、黄色もあるんですね。へぇ、こうやって沖縄でよく咲いてますかね。ありそうですね。
はい、それから、うん、ツイキャス見てオイラのコメントを読んだら番組が崩壊するからやめてってエルタさんがわかりました。じゃあ読まないようにしましょうね。あ、今日もあっという間に終わりですね。ありがとうございました。自分の居心地のいい場所をあんまり紹介せずに終わってしまいますけどもね、皆さんそれぞれあると思いますので、思い出してまたねその場所に行ってみてはいかがですかね。はい、今日もありがとうございました。今日もね一日くつろいだり忙しく働いたりもしながらね、メリハリつけてお過ごしできたらいいかなと思います。それではまた土日もねありますし、怪我のないようにね、夏休みもの方もお楽しみください。それではモーニング8金曜日、田辺ゆきでした。この後は赤ちゃんいらっしゃいです。ぜひお聞きください。すいません、曲かけられなくてあっという間だな本当に。しかもあれも紹介してないね。皆さんは朝ごはん食べましたかね。私玄米飲んだんですけど全然足りないですね。お腹減ってきました。じゃあ一回切ります。